どうもこんにちは、鈴木さとしです。今回はマーシーの提供曲を聞いてみようと題して、マーシーが過去に提供してきた曲を一通り紹介していきたいと思います。日本を代表するロックンロールギタリストであり、数多くの名曲を生み出してきたヒルトンにすらマーシーは多作と言わしめるほど超人離れした作曲能力で知られています。ギタリストというポジションもあってか、曲提供はヒルトンよりも圧倒的に多く、それでいて名曲の数も非常に多いので、一つ一つ見ていきたいと思います。知らなかった名曲にきっと出会えるはずですので、ぜひぜひ参考にしてみてください。最初は1984年小山拓司さんに提供した煙突のある街。ブレイカーズ時代に提供していた事務所が一緒だった経緯で曲提供することに。後にサードソロローライフでセルフカバーをしていますが、やはりマーシーボーカルの方が圧倒的にいいです。社会不死色が強い名曲。次は1985年クワタリンに提供した世界中の時計を止めてしまいたい夜、踊ってよスマイリー、エンジェル。小山拓司同様、所属事務所の関係で曲提供をすることに。クワタリンのファーストアルバム世界中の時計を止めてしまいたい夜に収録されています。悪い方向の80年代サウンドに走っていて、音合いが非常に苦手なのですが、曲自体はマーシーの詩人ぶりが思う存分に発揮。特にアルバムタイトルにもなった世界中の時計を止めてしまいたい夜は屈指のラブソングで、ブルーハーツで演奏してても違和感はなかったでしょう。 CD のサウンドはスルーして、頭の中でマーシーの弾き語りソングに変換をして聞くといかに名曲か分かるはず。次もクワタリンさんの提供で、1986年の幻素敵なビートタイム100年経っても。こちらはセカンドガライの収録ですが、同じくサウンド面でかなり苦手。素敵なビートタイムはブレイカーズ時代の曲を提供した格好ですが、あまりの変なアレンジに絶望します。全アルバムも含めて唯一マーシーバージョンの演奏が確認できるこの曲の変貌ぶりを聞くと、他の曲もほぼ原型をとどめていないほど極端なアレンジをされているのは容易に想像できます。次は1989年近藤雅彦に提供したアンダルシアに憧れて。マーシーの提供曲では一番有名であろう曲で、後に夏の抜け殻でセルフカバーしていますし、そもそもブレイカーズ時代の代表曲の一つでした。正直近藤雅彦バージョンは昭和歌謡感が強くていまいちですが、参考までに聴いておくといいのではないでしょうか。次は1989年ピースバズオールスターズに提供した正義の味方。1986年から10年間開催されていた南こうせつ主催の広島でのイベントである広島ピースコンサート。89年のテーマソングの作詞をマーシーが担当しています。基本的にヒルトンマーシーも詩と曲が一緒にできるため、詩だけの提供というのは非常に珍しいところ。世の中でいう一見いい人そうに見える権力者を正義の味方と表現しており、皮肉めいた歌詞がマーシーらしいです。次は1995年再び小山拓司さんに提供したダンスを踊ろうシャララ。約10年ぶりに小山さんに提供した曲で、先方からオファーがあったのかも。ミドルテンポな大人しめのナンバーですが、どちらかというと煙突のある街の方が小山さんにハマっていた印象があります。続いて1996年川村香織に提供した夏の朝にキャッチボールを。ソロミュージシャンとして活動していた川村香織への提供曲ですが、ハイローズへのリスペクトが感じられる気持ちのいい歌と演奏。同じ提供曲であったとしても、こんな風に演奏されるとファンも非常に嬉しいですし、音的にも聞きやすいです。ハイローズセルフカバーしており、フリップフロップに収録。次は2000年江口洋介に提供したお金ラブマン。ラブマンが詩人マーシー炸裂の一曲で、提供曲の中ではトップクラスの名曲の一つと言えるでしょう。歌に寄り添ったシンプルなアレンジがいいです。次は2000年ロンドンブーツ1号2号に提供したミサキ。お笑い芸人ロンドンブーツに提供した一曲ですが、どこかマーシーを意識したようなボーカルやシンプルなバンドサウンドなのが心地いいです。曲自体がむちゃくちゃによく、ハイローズでもセルフカバーしてほしかったと思うばかり。リラクシンあたりに入ってても違和感はないように思います。次は2000年三宅伸二プロジェクトへの提供曲であるロックンロールプラネット。タイマーズでおなじみの三宅さんのソロアルバムに提供した曲であり、89年の正義の味方同様、珍しい作詞のみ。地球がロックンロールの惑星であると高らかに叫ぶ曲であり、三宅さんの温かい歌声もハマっています。次は2001年狭間寛平に提供した天国野郎とコスモス。ホテルチキポトでセルフカバーしているので、改めての説明は不要かなと。ちなみに狭間さんバージョンは聞いたことがないです。次は2006年ノープランに提供した大丈夫。テレビ番組の企画から誕生した
したお笑い芸人 うっちゃなんちゃらによるユニットノープラン3枚目のラストアルバムにこの曲が収録されており、マーシー節炸裂の一曲、クロマニオンズの演奏と言われても違和感のないようなリスペクトのあるアレンジも魅力的です。次は2006年トリプル A に提供したハリケーンリリーボストンマリー、個人的にマーシーが提供した曲の中で一番の名曲であるとともに最も曲本来の良さが消えていると感じる内容、詩人マーシー大爆発と言わんばかりの難解な歌詞とキャッチなメロディーが入り乱れる名曲ですが、いかにもアイドルグループ的なアレンジと歌唱がどうにも聞くに耐え難い部分があります。ぜひ脳内でマーシーの声に変換して聞いてみましょう。壁の傷は僕の仕業、壁の傷は僕の仕業、壁の傷は僕のしがらみ。次は2006年松坂子に提供したずっとマシュマロでセルフカバーし日の目を浴びた珠玉のラブソング、誰しも共感できるだろう切ない恋の思いを歌った歌詞に涙せずにはいられません。もちろんマシュマロバージョンの方が圧倒的にいいのですが、松坂子の方のバージョンも落ち着いていて良さげです。次は2006年コレクターズに提供したスタールースター日本モッツの U コレクターズですが、前身バンドザ・バイクは東京のモッツシーンで活動しており、同じくブレイカーズで活動していたマーシーとは宮中の中、様々なアーティストから提供された曲を歌う逆トリビュートアルバムロック教室に収録されており、ジャケットにはマーシーまで映っています。シンプルな8ビートのナンバーで心地いいです。次は2007年中野森バンドに提供した雪、ヒロトが提供したイソブラボーの B 面に収録され、夏が大好きマーシーには珍しい冬ソングであり、美しい言葉が入る名曲、クロマニオンズになってからの提供曲ですが、マーシーソロ的な一面が見え隠れする一曲です。次は2007年柳田久美子への提供曲であるアゲハチョ、マシュマロで取り上げていてもおかしくないような詩的世界観が満載である一曲、惚れ惚れとするような情景描写の美しさがこれぞマーシーといったところ、マーシーの弾き語りのデモを下地に敷いたような最低限のアレンジも雰囲気を増長させていて素晴らしいです。次も2007年、パフィーに提供した速い車と挟んじゃうぜ、挟んじゃうぜはクロマニオンズセルフカバーしているので説明不要、速い車はハードロック調のアレンジで歌詞の方はクロマニオンズ調でかなりシンプル。次は2010年、つるのたけしに提供した死ぬまで夢を見る男、タイトル通り夢を人について歌ってる一曲ですが、歌詞が妙にシュール、まだ音楽で生活できてなかった頃を思い出して歌にしたのかもしれません。つるのたけしの熱い歌唱もしっくりきます。次は2013年、若旦那に提供した洗濯日和、洗濯をしながら物事について考える様を描いた一曲、湘南の風で有名な若旦那の歌唱ですが、ある程度リスペクトを感じるものになっているのでは、普通にクロマニオンズでやってくれてもよかったのではと思うところです。次は2015年、近藤真彦に提供した男が目を閉じるとき、唯一の作曲だけの提供曲で、近藤真彦への提供はアンデルシアに憧れて以来、マーシーといえばやはり詩なので曲だけでは何とも形容しがたい部分があります。次は2016年、高橋みなみに提供した笑顔、テレビ番組ミュージャックでの共演で実現した曲提供、良くも悪くも最近のクロマニオンズを感じる曲ですが、少ない言葉の中にマーシーの空気感が出ています。次は2017年、岸田に提供した逃げろ逃げろ、スタンダードな8ビートのロックナンバーでリスペクトを感じるバンド演奏が確かに心に響きます。逃げるが勝ちと繰り返しひたすら突っ走る感じがクロマニオンズで演奏しててもあまり違和感がないように思います。次は2017年、シシドカフカに提供した新宿サノバガン、サノバガンとは日本語でいうところの昆虫ショーといった意味のスラング用語だそう、多摩地区の生まれ育った風景を元にした歌がマーシーには多いですが、都心部が前面に出てくるのは非常に珍しいです。地下のライブハウスのような描写が見られたり、クロマニオンズのギグスと根底には同じものがありそう。次は2018年、ソレイユに提供した恋するギター、歌も素晴らしい上にいかにもな60年代サウンドがたまりません。それもそのはずで、ギターを弾いてるのはマシュマロでもおなじみの中森さんで、ツボを押さえたこのサウンドは簡単に出せるものではありません。曲も非常にポップですし、ギターの面白さを端的に表現した歌詞が最高です。次は2018年、ノンに提供したさあ行こう、シンプルな8ビートのロックロールナンバーで NHK の朝ドラアマちゃんで有名なノンですが、歌唱は上手くないものの、どこかマーシーに似せようとしてるような雰囲気は感じます。最後が2019年、花澤香菜に提供した満月の音、詩人マーシー炸裂の一曲で月の描写が何とも美しく震えるほどの美しい日本語が早渡ります。マシュマロが再始動したらセルフカバーしてくれるのを期待です。はい、ということで結構なボリューミーさでしたが、提供曲を一通り紹介してきました。近年の提供曲ではソレイユの恋するギターがズバ抜けていいので、ぜひぜひ聴いてみてもらいたいです。提供曲を聴くと必ず思うのが、
本人たちがやってくれればいいのにといった感情ですが、そもそも提供してないと聴けなかった曲が大半。提供されたことを後ろ向きに捉えるのではなく、むしろ聴けてよかったと自分自身は最近思うようにしています。頭の中でヒロとマーシの声に変換して聴くというのも楽しみ方の一つなのかなと思うので、ぜひそういった形で聴いてみてはどうでしょうか。 YouTube 上に動画ある曲は説明欄に貼ってますので、そちらからぜひ気になる曲をいろいろと聴いてみてください。はい、ということで今回の動画の内容は以上です。今後もこんな感じでヒロとマーシやその他音楽の話題を中心にいろいろと動画を作っていきますので、ぜひ気に入っていただけた方はチャンネル登録や高評価ボタンをよろしくお願いします。あと自分自身バンド活動もやったりしますので、そちらのチャンネルも少しでも覗いてみてもらえると嬉しく思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。